はい、ありがとうございます。 DBCLS のキムと申します。生命科学分野における質問応答システムの実現に向けて DBCLS での今までの開発に対してご紹介させていただきます。まずは背景ですけれども、昨日から今日にかけて ILDF によるデータベースの統合に関してのご紹介が多かったと思います。で、ILDF で統合してスパークルによる検索ができますという話だったんですけれども、でもその統合の後でこれを使おうとするとスパークルは実は難しいんです。専門家は使えますけれども、専門家でも結構面倒くさい言語です。ですので、それをスパークルを手でマニュアルで書くのをいろいろその便利にするため、いろんな検索インターフェースが開発されています。DBCLS でもその統合ゲノムとかスパークルビルドとか開発されてますけれども、今日はその中でそのロドカという自然言語を使う質問応答システムに関してご紹介させていただきます。その最近いろんな IBM のワッスンとか Apple の Siri とか、これは本当に最近ですけれども Google のアシスタントとか、いろんなその自然言語を使った個人記憶システムが流行ってますけれども、この手の質問応答システムのその技術といえば、その単純に言うと例えばその自然言語処理とか人工知能が一番早く頭の中に浮かぶと思いますけれども、単純に言いますとその使う人の問題を把握してその問題を解決するそんなシステムですね。プログラムソルビングの、領域に落ちると思いますけれども、この問題というのは、いろんな問題がありますけれども、例えば検索とか計算とか、最適化の問題とか、その Siri とか、Google のアシスタントであれば、いろんなサービスを駆動する稼働することにもつながると思います。でそこから、一番コアなところはこの検索のところですけれども、検索というのは、あらかじめ知識基盤をそのナレッジベースを構築しておいて、そこから検索してその回答をそのユーザーに見せるのが、一番コアなその質問応答システムの形になります。でその、一番コアなところは自然言語処理と検索と検索と検索のためその知識基盤を構築することになりますけれども、よくご存知の IBM Watson とかもコアのところはその自然言語処理、結構単純化しましたけれども、自然言語処理検索と知識基盤がありまして、これ以外にも例えば、その IBM Watson のワーチャーパディという賞で勝ちだめ賞記事賞で勝ちだめのいろんな戦略がロジックでその実装されましたけれども、一番コアのところはこうなります。それでこの、IBM Watson もそうだし、他のシステムも似てると思いますけれども、モノリスティックアーキテクチャと呼びます。これは何かというとその IBM Watson のため構築された知識基盤というのは IBM Watson のシステムの中でしか使えません。このモデルの間にいろんな依存関係が強い依存関係があります。で今から紹介しますその DBCLS で開発を進めているこのロドカーシステムはオープンアーキテクチャ、オープンなそのアプローチをとっていて、この知識基盤をそのオープンにしています。でこのところをここをその ILDF データビ、ILDF のデータセットを使うことにしています。それで ILDF で作られたこのリンクドオープンデータというのはこれが2007年度その Wikipedia が紹介された時ですけれども2007年度の
5月はこんな状態だったんですけれども、当年の10月に結構もう増えていて、これ2014年度の時このぐらいになっていて、今はもっと大きくなっていると思います。まあ、この絵を描く人はこの絵描くのはもう2004年のこの時からもうやってないんですけれども、もう描いてもあんまり見えない状態になっていると思います。これまあ一種の集団の時勢だと思いますけれども、この中その集団の知性で大きくなっている、この自然に大きくなっている、知識基盤の上乗るというのが、そのロードカーシステムのまあエンビシャスですけれども、これがこのプロジェクトのビジョンで目標になっています。だから、まあ、まさに巨人の方に乗りましょうというそのビジョンです。これは結構きれいな話ですけれども、現実は結構違って、この乗ろうとしている巨人がこの A のみたいになんか熱帯をするほどおとなしい巨人ならいいんですけれども、結構この巨人は暴れる巨人です。なぜならこのロードカープロジェクトが乗ろうとしているこのリンクドックンデータというのは分散で開発されています。この A でこの一個一個のそのサークルは一つ一つのデータセットで全部違うところで開発しているんですね。で、これはアウトオブコントロールです。だからもうそのプロジェクトの中で作られるその知識基盤というのがなんかペットみたいなものであれば、これはもう野生の動物みたいなものです。もうそのでいろんな問題が発生します。で、そのうち今日はちょっと時間の制限もありますので、一つの問題に対して紹介しますけれども、表現の不一致の問題です。で、同じ情報でも違うデータセットでは違うふうに書いてます。例えば、その IKK が IKAPAB をポスポリレートしますという同じ情報が違うデータセットでは、じゃあポスポリレーションというイベントがあって、このイベントのターゲットは IKAPAB で、飼い主性は IKK ですと。こういうふうに書いてます。自然言語でもないのに表現の多様性があります。この、表現の多様性があっても、例えば What proteins phosphorylate IKAPAB という質問が入ったとき、この質問に対して両方見つけたいです。この問題をスキマアグノスティスティという問題と言います。スキマが違っても全部見つけたいんです。だから隙間にロボストなその検索の方法を実現したいんです。それでこのロードカープロジェクトでは、このグラフファインダーというアルゴリズムを開発して実装しております。で、このためそのグラフファインダーアルゴリズムでは、グラフ変換オペレーションというのを定義して、グラフを変換しながら検索をします。グラフを変換しながら検索しますので、何ができるかというと、これ一つの例ですけれども、ちょっと文字が小さいかもしれないんですが、これ今例に出したその質問は What drugs are associated with strokes and arthrosis です。だからどんなドラッグがストロークとアストロシスに関係してますかという質問ですけれども、これを入力に入れると、これを解析してこんなグラフの形に変換します。ドラッグがあって、ストロークがあって、ストロークがあって、アストロシスがありますけれども、それぞれ関係がつながっています。それから、各トームの URI も自動的に探します。それからこれからこの表現からスパークルを自動的に生成しながら検索します。で、これが結果ですけれども、この結果はこのスパークルから見つけた結果です。だからこのスパークルを自動的に生成しています。で、この結果をちょっと解析してみますと、まだこのシステムのアウトプットあまり親切じゃないんですけれども、このドラッグはドラッグベンクで、ドラッグベンクというデータセットで定義しているドラッグというものです。これはそのディジズムで定義しているストロークです。
これは CIDR というデータセットで定義しているアトシスです。この2つはドラッグのインスタンスですけれども、ちょっともっと言いますと、これはそのティクロピリンというドラッグです。これが、これはダイピリンというドラッグですけれども、実はこのダイピリンというのがストロークのドラッグになっていて、そのティクロピリンとダイピリンは間にはドラッグドラッグインタラクションの関係があります。相互作用がありますというのが知られています。それがこの質問で見つけたこのティクロピリンとそのストロークの間の関係です。それからティクロピリンはアストロシスというサイドエフェクトを持っています。でこれを、入力された表現と比べますと、入力された表現はこんな表現だったんですけれども、これ結構違う風になってるんですけれども、これが見つかったんですね。これが可能だったのは、さっきお見せしましたけれども、グラフを変形しながら、変換しながら検索する、グラフファインドアルゴリズムのおかげです。これは、まあ、一種類の水路のグラフ演算で実装することになります。最初、その、ロードカープロジェクトの、まあ、ビジョンとして、目標として、この集団時制のそのリンクドを組んでいたに乗ろうということを話しましたけれども、これは結構エンビシャスな計画で、このエンビシャスな計画をどう実現していこうかの戦略を悩みましたけれども、このその一個一個のデータセットは違うグループから開発されていて、アウトオブコントロールと言いましたけれども、これアウトオブコントロールのままするのではなくて、このデータセットを開発する開発のグループと連携を取りながら、なんかそのコントロールを戻す戦略を取っています。で、その結構国際連携の共同研究を進めております。それで、その新しいデータセットをそのこのロードカーシステムに適用するのもなるべく簡単にしていて、このインターフェースを埋めることで、ロード化が新しいデータベースに適用されるように実現しております。で、このコンフィギュレーションが増えますけれども、これが増えると増えるほど、ここで使えるデータセットが増えます。とこのロード化システムの現状は、今プロトタイプがここで動いてます。それで今現状6のそのレプデータセットに適用されています。それで、まあ、いろいろ改善が行われております。それで、国際連携のことでもう一つ紹介しますと、その OKBQA フレームワークというのがあって、これはその、この質問応答システムって結構大きいシステムです。これは、まあ、世界のいろんなところで開発してますけれども、その、まあ、各グループが開発してみたら、これ、結構国際連携をしたのがいいというのをみんな感じていて、その今から3年前ですけれども、その TBCLS と韓国のカイストとドイツのこの3つの大学で、会って、そのお互いに技術中交換しましょうというのにその同意して、OKBQA フレームワークというの、これ、Open Knowledge Base and Question Answering というフレームワークですけれども、これを一緒に、開発しております。それで、その、この質問応答システムを開発しているグループが、まあ、お互いにその話してみたら、結構その、強いどころが違ったので、例えばそのこのビルペルト大学では解析に強いです。ライプチヒ大学とパッサイ大学はフィルタリングに強いです。 TBCLS で開発したあのグラフファインドアルゴリズムは探索に強いです。これはもうそのほとんどもう対案がないほど圧倒的に強かったんですけれども、でこれでこの3つのところでそれぞれ強いモジュールを開発して、API を
標準化してつなごようというそのプロジェクトが始まって、そこにも参加しています。このフレームワークの中で、国際連携の技術交流を進めております。でまとめますと、その RDF データに対しての知能的な検索技術として基盤技術開発プログラムの一環で、そのいろんなシステムが開発されてますけれども、ロード化システムは自然言語による質問応答技術を開発しております。これは開放的なアーキテクチャを取っていて、オープンソースプロジェクトとして開発されてます。それで誰もが参加できて誰もが使えるシステムとして開発してますので、興味ある皆さんの協力をお願いします。ご清聴ありがとうございます。